次回のメンバーさんに宿題を出しますね。あ、明日のメンバーさんは誰でしょう。誰だと思いますか。なんとなんと、なんとなんと、アスカさんです。よいしょ、やった、アスカさんだよ。何出そうかね。お手紙？あ、これ、これみたいにする？なんかお手紙書いちゃう？お手紙書きたいけどね。いや、アスカさんというかアスピーさんは。感謝してもしきれないぐらい支えられてます。ありがとうございますっていう気持ち。なんか思い書いた方がいいかな。何にしようかな。どうしようかな。何がいいかな。スピーさんとはね、なんだろう、最近は、最近というか会ったら絶対喋ってるんだけど、優しいよ。開けた。あれは、え、ももこさんは昨日は見せないで、見せてない。あ、じゃあ私も見せないでやろうかな。明日までお楽しみにしようかな。ちゃんとね、思いを綴ったから。よいしょ。だから皆さん明日も見てね。よろしくお願いします。じゃあこれは明日に回します。ほい。宿題やるね。じゃあ今日はもう立ちで行くんで、初の試み、初か知らんけど立ちで行きますね。あ、え、アスピーさん、あ、そっか、遠藤だったのね。遠藤さくらさんが昨日、宿題はなんこれ。何これ。あ、でもみんな知ってた。見て、何これ、知らなかった。何これ。アスピーさんがいないと頑張れないので、これからも面倒を見てください。さくらよりだって可愛いんですけど。何それ、これ宿題、これ。私どうすんの。何サク、かわいいんですけど。かわいい、何、すごいな。はあ、かわいいわ。面倒見るのが宿題だって。私かわいいわ。これ消えるやつ、消えないやつだね。かわいいわ。これ持ち帰るわ。
かわいい。あ、なるほどね、桃子の手紙だったの。へえ、なるほどね。かわいいよな、こんなんな。いやー、かわいいわ。そう、面倒、面倒ね。見ますよ、そりゃ別にね。かわいいわ。じゃあ私は宿題どうしたらいいんだろう。どう思いますか、皆さん。あの、明日の、明日？次の人の宿題。あ、ミリアちゃんからこの流れになってる。あ、そうなんだ。さくらは泣いてた？本当？こういう流れがあったんだね。へえ。いい子たちだわ、ほんと素敵だわ、乃木坂さん。ほんと乃木坂、私さ、最近乃木坂さんの動画よく見るんですよ。素敵だよね、みんなね。乃木坂さんのどの動画っていうと、昔のミュージックビデオも見るし、ライブも見た、この間ライブ DVD 見たよ、昔の。そうそう、乃木動画も見たわ、私。ちょっと座っていい？すいません。あー、喉壊れた。あ、もうあと5分になっちゃった。じゃあとりあえずこの宿題はあのちゃんと果たさせていただきます。あとでちゃんとサクにもお話ししておきます。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 うーんやるしかねえ。